ポロネーズ第6番変異蝶々作品53は、フレデリック・ショパンが1842年に作曲し、翌年に出版したポロネーズ。英雄ポロネーズの通称で親しまれており、ショパンが作曲したポロネーズの中でも、軍隊ポロネーズや幻想ポロネーズと共に有名であり、人気が高い。全体的に、半音階的な上昇進行、動機の短縮、 低音オクターブによる音量効果が散りばめられており、ピアノに還元学的な表現を遺憾なく発揮させている。色彩感を追求するあまり難解になった作曲者の作品にしては、主題を必要に繰り返すことで一貫した内容になっている。そのため、聴衆側にも受け入れられやすい作品に仕上がっている。力強いリズムを持つ本作品はポーランドの栄光を称えているとされ、 ショパンの愛国心の現れと指摘される。なお、英雄ポロネーズと名付けたのは、ショパン自身ではなく、誰が付けたのかは、現在不明であるが、一説には、ショパンと関わりが深い弟子たち、あるいはこの曲を聞いて感心した人たちが付けたと、言われている。ショパン時期筆学不変に長調。マエストーソ、3、4拍子。曲は、複合3部形式で構成されている。 長い前奏の後に輝かしい第一主題が提示される。助走は俗長編補聴調,調で半音快適な動機を中心に転調しながら繰り返される。7度の火星で効果的なオクターブの進行の後に主題が現れる。両手のユニゾンは時に神がかった崇高さを歌い出している。平行単調を効果的に取り入れた別の主題がはっきりとポロネーズのリズムを刻む。 ここは、不協和音が多く切迫した演出に成功している。第一主題が、多少の装飾をもって繰り返された後トリオに入る。トリオでは補聴調に転調し、左手のオクターブレンダの上にメロディーが現れる。高らかな吹奏楽ファンファーレのメロディーの下にこのオクターブレンダは、曲中でかなりのテクニックを必要とする。トリオはさらに転調と曲奏の変化を繰り返し、 盛り上がったところで第一主題の再現となる。再現は不完全なままやはり壮大な講ーに入る。ありがとうございます。